O cara, eu vou pegar estou com o carro. Aliás. Gente, não. あったから、もう椅子はもういつもの三脚はもうスポンと出る。こちらで今日はやらせていただきます。チャーリーズスポット、大人の録画。おお、もういるじゃん。で、ここに今椅子出します。ね、これで十分なんで。これ、あ、ここお客さん来るな。これ、すみません。あ、はいはい。座っていただいて、今、マイクを。もうやった方がいい。もうない。マイクロソンです。こっち、よろしくお願いします。友達は何？これ、まだちょっと。もうちょっと下からの方がいいんじゃない？もうちょっと下からにしましょうか。いや、もう、あの、もうやっちゃって大丈夫ですか？あ、もう帰っちゃった。帰っちゃった。ちょっとね、英語聞いて、これ、あの、素人用には。あ、いつ、あと、僕、自分で帰ろう。あ、まだしっかり。あ、じゃあ、ボーって言っただけ、俺に切るかな。はい。はい。ちょっと、はい。はい。これ、さっきの僕です。あ、手つぶってたまじょん。そこまでは。ずっと水ある。え？あれ、あの、手上げるよ。そこにゴムした、ゴム。Thank you.
はい、どうぞ、またよろしく。はい、以上。いいっすか？じゃあもう、自己紹介だわ。はい、どうぞ。どうも、こんばんは。ハイボール。はい、水割り。友蔵と申します。はい。じゃあちょっと失礼いたします。はい、ハートランドと水割お願いします。はい、はい、Oh, my God.
Thank you.
私はですね、普段あの FC2 というあの配信サイトでですね、あの雑談とかハーモニカとかですね、あのそういう配信をしているものなんですけども、その延長であの全国のあの駅前とか公園などで路上ライブをしているものです。ですね、皆さんあのニコ生とかツイキャスとか、そういうなんか生配信とかご存知の方おられますか？おられます。ああ、結構いますね。半分ぐらいいます、ね。実際見たこととかありますかね？配信してるっていう人いますかね？あの、ここにおるあの、マーさんも、あの、実は配信者で、あの、まあ、私も何度か見たことあるんですけど、で、その配信者つながりで今日ちょっと呼んでもらって、ちょっとやらせてもらってるような感じで来ました。あの、皆さんカメラを撮るのとか結構あの気にしない方たちばっかりですよね。あの、今配信しながらちょっと録画もしてるんですけども、よかったらあの、これ回してもらって見てもらってもいいですか？今やってるところなんですけど。あれ、あれ配信してるならこっちで。まあ、また機会がありましたら、あの、ちょっと見せてくれっていう人いましたら、あの、お見せしますんで。FC2 のチャンネルでやってたら映るから。あ、私そうなの。入れたんだもん。ちょっと3曲ちょっと飛ばし気味に行ったんで、ちょっと、あの、みんなが知ってそうなやつで、あの、上田正樹の、あの、なんて、悲しい色だね、という曲をちょっと。やってみたいと思います。
バー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 バあれも両方出るんだ、分かんないようにしないとダメ。いや、これでいいですよ。これで、あの、これであの、また全画面ですよ。あの、一番右下を全画面だと、なんかお客さんの顔とかじゃなくて、分かんない。いや、全画面、ここで全画面してる、大丈夫でしょ。すいません。別にここで。どこ、今どこ。ちょっと難しい表現なんですね。
Thank you.
Thank you.
あ、うちあのマニアックな方が多いんです。あ、そうですか。もうほとんどこれマニアックばっかりなので、できるだけマニアックな曲やったら嬉しい。じゃあちょっとビートルズちょっと超メジャーで、ピンクロイドはどうですか。え、ピンクロイド、あ、ピンクロイド、ピンクロイド、レッドセッテリーとか。あ、いいね、いいね。じゃああの移民の歌とか。あ、やめな、やっぱな。覚えてるぞ。今、いいね5件ぐらい入ってる。僕今ライブ配信したんですよ。あ、そうですか。フェイスブックで。ありがとうございます。これ一応ロックバーだからということ。はい。でも、一応。結構、締めたことから。ビートルズは結構多いんですよ。ああ、ビートルズ。じゃあ、ローリングソング。ローリングソング。いや、ビートルズ。じゃあ、ビートルズハローグッバイ行きましょう。あ、いいですか。あ、はい、ハローグッバイ。やっときじゃあ、あ、じゃあ、このコメントを入れて。やっていいです。
小林浜中さんって知ってます？小林、僕も小林なんですけど。あ、そう？でも、フェイスブック繋がってませんよね。あ、フェイスブック、小林浜中さんって人が今、いいね、来たから。あれブルース、はい、ありがとうございました。ちょっとおばあちゃん、ジョブさんのリクエスト。じゃあちょっと一旦休憩。はい、一旦休憩。ありがとうございました。いつも最近どうぞ。定番を。定番を。じゃあ、じゃあそのキーボードと。なんかやばい映像出てくるんだから。出てきませんよ。一般ですもん。で一回もバスで消しちゃっていい。あ、それいや、そのバスで消しちゃう。右、一番上の右上の。この右上のやつで。なるほど。ピンクフロイド。最近ね、ピンクフロイドまたね、金持ってるらしい。どれだけ金持ってるのに。オフィシャルミュージックをいっぱい出てるんですよ。あ、なるほど。あ、裏のね、あれがなっちゃってるんだ。ダブってダブってる。一回エスケープして。大丈夫。かぶけっていうか、自分のかぶけじゃないだろ。二つ出てるの。あ、これそうね。なんかエスケープ持ってもらえる。あ、エスケープ。そして、でそのかぶけしちゃえば。なんかジェラシーさん。あ、そうそうそう。あ、それ今の音量。おじさんなんかおじさんからみんな言って。OK, OK. マジです。大丈夫です。あ、中西です。頭に行ったら全然入っちゃった。
はい、オッケー。全然調査されてないじゃん。これじゃない。違うよ。すいません。ちょっと変えたらまずいですか。今持てるもんね。持てるもん。左上の。お気持ちある。あ、いけるか。素晴らしいな。7時からスタート。終わるのは10時半ぐらいですか。遅いか。ああ、それは、それでいい、いやいやいや、やらない、それだから、ウィンドウズ10だから、ウィングストーンズ出たことある、ウィングストーンズ。デバイスに頼んだ。足が走ったんだけど、全然がね、1回ずつ。でも、本日は10時なかったから、12時からしてる。もう出てくるから、眠くなって。あれ向こうのあのエクスのとこですか、ニューヨーク。それはね、アトランタになる。向こうはそういう感じなんですか。前座がもう延々と出てる。日本だったらその10時までに帰らないととか思う。向こうはそういうの全然遠慮がない。うんはね。すごいそう、感動しますもん。そうそうそう。ボブって何だ、キャベルキングとか。クラプトンもね、早く新橋の行きたいわ。ちゃんと始め、ちゃんと終わり。クラプトン新橋の行きたい。ああ、はい。新橋の話の役目。そしたらそういったらクラプトン、クラプトン、クラプトン見れる。ただ、どこの店に行くかは、その時のウゾウの社長とのあれによるか。多分貸し切りなのかな。でもね、そうでもないらしいです。来年なんかまた作家が来るってうどんが本当これヘッドホンあれ誰出てくるんですかね、あれはボーカリストは僕なんかそういうこと参加してみようこれ、Windows 10の場合はデバイスが外れたらこれ勝手出てくるいや、差し直したらこれが出てくるこれは一般化しないからです。その一番上。その一番上。その一番上。右側の一番上。あ、これどうだろう。はい。これと最近のライブ。Oh, my God.
Thank you.